ハロー YouTube、 どうもどないやん王子です。大晦日ということで高知県知事賞をねやります。はい、あのね、もうあの終わったと思ったでしょ、全部終わったと思ったでしょ、終わってないからね。あの高知県知事賞を僕は毎年1000円だけかけて年越しをしてます。はい、というわけでね、あの馬券ここ貼っとくわ。あの夢の炎からの馬タン三頭流しで、はい、ロードブレスとかそこら辺入れてます。いや、もう3歳初対戦なんだけどね、あのミックファイアの分もね頑張ってください。はい、頼むよ。第54回高知県知事賞各馬のスタート、落ち着いて落ち着いて、スタート落ち着いて、午前馬が収まって係員が離れて、あー出遅れた。水の炎はやはり後方からなり、まあでもいつものことだから、これいつものことだから、いいよいいよ、まだ長いしね、どうせスローからのまくり勝負だから。アルノアンボが早くも3番手、ナムラゴロフキン、ジャッキー、光要素、ダノンロイヤルが続いて、その後がファイアランスです。ロードブレスも後ろからね、玉のまたか最高峰から夢の炎で1周目の1コーナーから2コーナーへと向かっています。ガルボマンボが3番手、まず先手を奪ったのは8番の名将渡しです。井上太が行きました。今日通算100勝を達成したばかりの井上騎手、2番手に7番ガルモバンボ、ガルモバンボもな、このレース強いからね、やっぱ高知24ってここでしかやんないからさ、ちょっと荒れやすいよね、やっぱ。あるいは2番のジャッキーと3番ファイアランス、その後引き開いて11番ロードグラスです。そして夢の炎、まだまだまだ長いから、長いから、まだまだ最高峰が12番山のまたかで1周目の、山のまたかもスタミナあるからな、これまだまだ先の長い長丁場です。まだまだよ、先手を奪っているのは8番の名将を渡す。いや、ガルボマンボいい位置だな、これ。そして7番ガルボマンボ、早くも差を詰めていくか。3番手1番のアバンセです。4番手集団、高知県知事賞といったら数年前フリビオン一番人気にかけて死んだのがね、懐かしいですね。大井の場外で勝ってた。さあ、ナムラゴロフキンが続きまして、その後のグループから、いやでもいいね、夢の炎いい位置よ、いい位置よ、全然いいよ、全然いい。11番ロードブレスが動いて、ロードブレスを見ながら離されずに吉原、5番デステージョ、最高峰が12番山の又か、全体134マシンで残り 1000m 標識を通過。全然まだまだこっからね、こっからよ、先頭8番のこっからよ、2周目2周目、ロードブレスに離されないで、ロードブレスに離されないで、コーナーもあります。800を切りました。あと3馬身がいて、4番のナムラゴロフキン、4番手、その直後にダノンロイヤル、さあ11番ロードブレスと10番夢の炎、よし夢の炎上がってった、上がってった、よし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 、ロードブレス、よし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 、いいよいいよ、よしよし、夢の炎、よしよし、夢の炎、ガルボマンボ、これで来い、吉原、いや、ただガルボマンボがうちで盛り返してきたけど、ここで、行け、吉原、離せ、夢の炎、行け、刺せ、そう、それ、完璧よ、これ完璧よ、ガルモマンボ3番で、2番人気3番人気で、ダービー馬直線の競り合いは今年の三冠馬夢の炎が制しています。3歳馬の制覇は4頭目、前向きの3歳馬は2頭目、いや強えんだよ、夢の炎強いんだよ、10番の夢の炎、なめんな3歳馬、ガルモマンボとの競り合いを制しました。2023年無敗の王者誕生です。強っ、これダートグレード勝つぞ、これ7連勝となりました。夢の方のこれダートグレード勝つよ、これ体半分ぐらい出てグランプリ高知、いやガルボマンボとのち、ねえ、7番ガルボマンボ、この力比べ、いや熱いねこれで、ファイアランス元中央馬で、いやロードブレスはもう途中で力尽きちゃったな、これ2023年無敗で締めくくりました。第54回高知県知事、いやよかった、しばらくお待ちください。いやミックファイヤーがね、中央小馬の壁に跳ね返されちゃったけど、
夢の炎、これ初よ、今日コバとの対決。いや、ちゃんと強かったね。やっぱこういう、まあ、飛びやすいんだよ、やっぱこの高知のグランプリ。フリビオンも確かそれでやられたし。2番ジャッキーがいて3番ファイアランス、いや完璧です。ありがとうございました。これでね、気持ちよく最後当てたから気持ちよく年越しできます。お疲れ様でした。バイバイ。2着